剣士。お願いします。相手の得意戦法はパックマン戦法。これさ、パックマン戦法さ、パクってみようか。おりゃー、パクってやるよ。これ飛車回って角がなって角道開けるんでしょ。これどうするんですかね。これ銀上がるとまずい。これ飛車、え、待って、これパク、すでになんかパクられてんじゃないかな。こうだ、飛車角交換大歓迎。これ銀で紐ついてるんで、これ飛車成られたとしても金上がっといて、てか銀上がっといて何も問題ないんじゃないですかね。だって飛車角交換別に問題ないんですもん。これ、これ金上がる、あ、金上がるとまずいな。金上がるとちょっと4級の地点にね、隙ができてしまうんで、それはまずいですね。まあ、とりあえずこうやっておきましょうか。でも多分どっかでね、相手は角飛車を取ってくると思うんですね。取ってこないと、あ、そっか、そういう手があるか。なるほど。ただこれね、竜が入られても金上がって、そこで飛車取っても同銀で、その瞬間ね、攻めがないと思うんですよね。あ、それなんだ。まあ、そういう時は一回は、こうですか。ああ、これ引いた方が良かったかな。引いて守りに、あ、今3六馬の方が良かったな。ちょっとこれだと馬がちょっとね、竜には当ててるんですけど、金上がっといて。やっぱりさ、パックマンはさ、パクらない方がね、将棋的にはさ、その優秀っていうか、なんていうか、その勝つためにはね、パクらない方がいいと思うんですよ。別にパクってもパクらなかったからって不利になるわけじゃないですからね。まあ、これは平凡に2分。 あそっか。いや、もうこれは、こうだよ。これで一応桂馬と竜の両取り、これはね、受からないっていうか、なるほど。まあ、これ取りました。次、ふんどしの桂も一応あるんで、これもう飛車取る一手だと思いますけどね、これね。飛車取らないともう何もできないと思うんですけど。もう次に7七歩、あれ、まあ、7七歩なんてやられたら、もう、相手の角竜がね、もうアホですからね。まあ、取りますよね。で、取って、多分ね、飛車をね、ここに7八、あ、違うか。それはしないか。さすがにパックマン戦法の使い手といえども、その辺の、その辺はわきまえてる。これ一回こうやってさ、受けちゃいますよ、もう。これはさ、桂香得で優勢とか次4、もうこうやってさ、ふんどしの桂。1分30秒。これで竜を、あ、馬を。これ4七金としたいんですけど、その時に5五桂馬とかちょっと気になるんで、それを消しておくというね。さあ、時間も相手のが使ってるんで、これは優勢ですね。これは優勢です。次、7六歩から銀使う手もありますもんね。まあ、飛車の打ち込み、うん、飛車の、もうこれ取っちゃって、これはもう、招く客ですよ。逃げて。これはもうね、もう4七金としたいなと思ってるところに、あ、そんな手があるの、同金同歩成り。え、ちょっと待って、これ負け、同金同歩成り上がったら、え、詰まされてんのかよ。おい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 、ちょっとこんな手があるとは。一応逃げよう。まあでもね、最初からもう駒得してるわけですから、これ取っちゃってさ。まあね、あのパックマンパクった時からさ、相手にはめられることはもう承知の上っていうかさ、まあ、こういうのはもう取る一手ですね、うん、これ上部が手厚くなるんで、うん、これはもうこうでしょ。
でこれ同金同同竜同銀で3五桂とかやるんでしょ多分。まあそこでね5八玉とかしとけばね問題ないですよ。まあこれ取っちゃってもいいか。あなんだその手は。さああとはもう時間勝負ですね。時間勝負何これ。あこれはもうこれ上に上がるのがいいかな。さあ相手はね焦る時間がやってきましたよ。これ3五金としたらもう同金ですね。で同桂同これ玉ですね。さあこれもう相手ね、うん、これはもう冷静に引いといて。さあ強者を30秒。大手は大手と言いますが大手がね結構大事なんですよ。これ逃げた時にまた飛車打ちとかやってさ飛車打ちで詰めろになってはいないのかな。詰めろになってないけどこれやって20秒角打ってち勝った。これ逃げてさ金取れば勝ちですからねこれね、うん、パックマンをパクって勝つこれこそねまさに痛快ですよ。通勤快速大宮行きですよ、うん、通勤快速のね大宮行きはね快速大宮行きとあんまり変わらないですけどね。あ最強性の話なんですけどねあの小さい頃埼玉に住んでましたけど東京に来ることもあったんですよ、まあ、親戚が東京にいたりとかねちょっと東京にも若干縁があったんで埼京線乗ってたんですけど埼京線さ通勤快速とさ快速ってあんまり変わらないんですよね。与野本町と戸田公園与野本町と戸田公園を通過するか通過しないかが快速と通勤快速の違いでなんですよね、うん、でさ埼玉県内はさその快速とか通勤快速って結構通過するじゃないですか。東京はさなんか板橋とかさ十条とか結構通勤快速だろうがさ快速だろうがさ止まってるじゃないですか。あれ見てさなんかなんでって思ってましたけどね。ずるくねって思いましたよね。通勤快速とか快速とかさ板橋十条なんか通過しちゃいいじゃんと思ったんですけどね。だって赤羽とか池袋は主要駅ですけど十条ってさ主要駅なんですかね。まあ乗降客数は多いと思いますよ。乗降客数は多いですけどでも快速だったら通過してもいいんじゃないのって思ってましたけど、うん、その快速がねあまりにもね遅いっていうかね停車駅が多すぎるんですね。で中央線は福福線区間があって東京じゃない、お茶の水から三鷹までは福福線じゃないですか。お茶の水から三鷹まで結構距離ありますよね。あそこまでさ全部クワーッとね福福線区間があるっていうのは非常に恵まれてるんですよ。だって他のさ小田急とか京王とかさ東急とかさそんなに福福線区間なんてないですからね。で中央線はそこまで福福線区間が長くて恵まれてるにもかかわらず快速がさ東京から中野までは快速運転だけど中野から西は全部各駅停車っていうさとんでもないことやってるんですよね、うん、中野から三鷹までさせめて快速運転しろよってね。休日は阿佐ヶ谷高円寺西荻窪を通過するんですけど平日はさ全部各駅停車にしちゃってるんですよ、うん、なんか昔阿佐ヶ谷とか高円寺とか西荻窪を快速が通過しようとするとなんか杉並区の住民がなんか文句をブーブー言ってなんか抗議活動やってで分かりました分かりましたって言ってさ杉並区のね3駅をね快速止まることにしたみたいですけど、ちょっとさ長距離通勤してる人たちの気持ち考えろよって思うんですけどね。福福線なのにさ快速と各駅停車が両方とも各駅停車になってるなんてさ本末転倒言語道断馬耳東風失点抜刀支離滅裂七転び八起きは違うんですけどもうまあ言語道断ですよ、うん、だって
よく考えてみてください。中野なんてさ、もうほとんどさ都心ど真ん中も同然じゃないですか。その中野から西が全部各駅停車なんて、そんなの優等列車じゃないですからね。あんなさ中野から全部各駅停車なんてさ、小田急で言ったらさ区間準急みたいなもんですよあれ区間準急って今でもあるんでしたっけ。小田急って結構さ、なんか種別多いですよね。特急、急行、準急、快速急行、区間準急。あれ区間準急ってなんか評判悪いんで廃止になったんだっけ。なんか区間準急ってね、少なくとも以前はありましたよ、うん、だけど梅ヶ丘まで、梅ヶ丘までは準急運転で、梅ヶ丘から先が各駅停車っていう、なんかそれって優等列車なのかって疑いたくなるようなやつなんですけど、中央線の快速ってさ、小田急のさ区間準急みたいなもんですよね。今からでも遅くないからさ、我が町阿佐ヶ谷駅を快速通過駅にしようっていうさ電話を起こすべきですよ。あ、てか阿佐ヶ谷駅はそもそも快速通過駅ですけどね。だって快速が止まるって言っても各駅停車に変身してる電車が止まってるだけですから、快速なんていうの、中野東京間では快速運転をしている各駅停車が阿佐ヶ谷駅に停車してるだけですから、阿佐ヶ谷っていうのはその主要駅ではなくて各駅停車しか止まらない駅なんですが、ただどうしてもさ阿佐ヶ谷とか高円寺に住んでる人ってさ、なんか快速停車駅的なプライド持ってるじゃないですか。そのプライドをぶっ壊してほしいんですよ、うん、あ、またさ我が家の最寄り駅阿佐ヶ谷駅に快速と呼ばれてる駅電車が止まっている、なんて情けないんだろうってね。あ、早く我が町阿佐ヶ谷を快速がビューンとね、情け容赦なく通過してほしいなってね、そういう願いをね本気で持つべきなんですよ。本当、うん、情けないことやりましたね、本当昔の杉並のやつらはね。朝の通勤ラッシュの時間帯に阿佐ヶ谷駅とか高円寺駅に行くと、快速東京行きのなんかオレンジ色の電車になんか強引にこう乗り込んでいく人たちの姿が結構見かけるんですけど、もう中央線快速電車ね、牛詰めですよね、うん、で牛詰めのところにさらにさ阿佐ヶ谷とか高円寺の電柱がさ、各駅停車利用すればいいところわざわざ混んでるさ大混雑のさ快速電車に乗り込もうとするからさ、ほんとさその多摩地区の方からさ通勤してる人迷惑だと思うんですけどね。だってさ、お前らさもう複々線区間でさ各駅停車があんだからさ、お願いだから各駅停車乗ってくれよってさ頼むからさ快速乗らんでくれよって言いたいぐらいですよね。なのにさわざわざさ快速が阿佐ヶ谷とかに止まるからさ、そこでもさ人が乗り込んでくるもんだからさ、八王子とかも、八王子はまあ八王子駅だったら京王とかもありますけど、本当多摩地区の方からさ通勤してる人たちかわいそうですよね。杉並区のさ、その阿佐ヶ谷とか高円寺に住んでる人たちってさ、八王子とか高尾とかさ、相模湖、富士野とかあの辺から東京都心まで通勤してる人たちがかわいそうだと思わないんですかね。そういう思いやりってないんですかねって思うんですけどね。その辺ちょっとさ、だ JR が悪いんですけどね。 JR がいつまでもさ快速を止めてる JR が一番悪いんですけど、だいたいさ首都圏の他の JR 各線をさ見てくださいよ。例えば東海道本線ってありますよね。で東海道本線っていうのも複々線なんですけど、まあ、東海道線の場合は東海道線の普通電車っていうのがまあ快速の役割で、まあ、京浜東北線っていうのが各駅停車の役割じゃないですか。でさ蒲田とか京浜東北線しか止まらないでしょ。東海道線の普通電車通過じゃないですか。だけど蒲田の人がさ文句言ってるっていう話あんまり聞かないですよね。皆さんさ、蒲田って主要駅ですよ。蒲田は大田区の中心駅で、しかも東急、東急多摩川線とか東急池上線も来てるさ、もう一大ターミナルですよ。でもそんな一大ターミナルでも快速の役割を果たしている東海道線の普通電車は止まらないじゃないですか、うん、で大森だって大井町だって阿佐ヶ谷や高円寺と比べりゃ主要駅ですよ。大井町だってね、臨海線とかもあるし、大井町は品川区の中心駅ですよ、うん、ちょっと言っておきますけど、品川区の中心駅は大井町ですからね、品川ではないですから。で大森は、まあ、蒲田と比べれば主要駅とは言えないですけど、阿佐ヶ谷とか高円寺の駅前と比べればさ、大森の方がずっとさ
大都会ですからね。大森蒲田大井町ですらさ快速が止まらない東海道線と比べてさ、あの阿佐ヶ谷高円寺西荻窪レベルで快速が止まる中央線っていかに異常かっていうのがお分かりなんじゃない、お分かりだと思うんですけど、あと常磐線だってさ、亀有とか金町とか止まらないですよね、うん、常磐線快速電車は北千住出たら、松戸まで止まらないです。松戸ってもう千葉県ですからね、東京じゃないですからね。金町なんて京成金町線とかもさ接続してますけど、それでも快速通過ですからね。阿佐ヶ谷とかさ高円寺なんてさ他の路線は接続してるわけでもないのにさ、なんで快速なんか止まるんでしょうね。阿佐ヶ谷に接続してるのはあれでしょう、杉並区コミュニティバス杉丸ぐらいじゃないですか。関東バスも来てますけど、うん、ほんとね杉並区のね住民たちはね、快速が止まっ阿佐ヶ谷駅に快速が止まってるってこと自体が非常に異常事態なんだってことに早く気づいてほしいなと思うんですよね、うん。